はい、こんにちは、ビッグボーイです。デスティニー2オープンベータまたやってきます。チームデスマッチじゃないや、ドミネーションみたいなモードと、サーチ&デストロイみたいなモードがベータで遊べるので、ドミネーションっぽいモードやってきます。マップは多分一つ。コントロール。戦いの時だ、ガーリアン。よし。全エリアを制圧しろ。ただ、一通り遊んだ感想としては、結構難しいんです、デスティニー。想像以上に難しくて、何が難しいかというと体力が多いんだよね、敵の。それが大きい。2対1ならね、かなり楽勝だけど。どうした、お前たちを止められるものなど何もない。取れた、よし。エリア C をダッシュ。エリアを2つ制圧した。さあ、そしてこのドミネーションね、結構テンポ早いんで、サクッとやっていこう。シールド展開。敵今アルファ取ってるね。エリア A を失った。ゲット。エリア B を制圧。エリアアドバンテージを達成した。いやいやいや、うん、相打ちだけど横からも来てたよね、今のは。相打ちじゃないのか、今の敵を倒して横から倒された。スライディングジャンプとかもね、できるわけじゃないからね、ちょっとね、操作も難しいし、どっから撃たれてんのか。こっち使うか。あ、こっちからアルファいけるんじゃね。おら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 、シールド展開。え、横にもいる。ああ、あれでもエリア A しかないのに全然攻めてこない。あ、チャリ光ってる。シールド展開。エリア B を失った。敵が全エリアを制圧。あ、やばい、逆転されてる。エリア A を制圧。あー、これエイム中は見えないのか、マップが。はい、残り5分だ。どちらが勝つかはまだわからないぞ。そのリボルバー強くね。ダッシュ。こっちか。横か。あ、こっちからも来てる。待って、一回離れよう。敵がどこにいるのか分かんない。あ、飛んでんのか。あー、あれスーパーチャージ。さあ、ちょっと接戦気味だぞ。エリア A を失った。完全に制圧されたぞ。はい、逆転されてんな。エリア C を制圧。アドバンテージだ。よし、ピートルに行くか。残り3分、接戦だ。時間が短いんだよね、一試合あたりの。エリア C を失った。 C 失ったならこっち来そう。おりゃ、よし、倒した。痛い痛い痛い。エリアを2つ。ああ、倒された。今のうちに C 消し。エリア B を失った。エリアを2つ制圧した。
よし。まだ生きてる。どうした？よし、シールド。あ、ギリギリエリアに入ってね。エリア A をダッシュ、エリアを2つ制圧した。エリア C を失った。ビゲット、よし、CCC。 エリアを2つ制圧した。あー、これスーパーチャージだけど、あー、倒すね、弾足りね。スーパーチャージ使うか。待て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 、俺や俺ら、よしよし、勝ったでしょ。まあ倒されるよな。でも2拠点取れてる。あ、 A 取られるかな。いい勝利を収めたな。よし、ゲット。まあこんな風にね、打ち合いが確かに多いっちゃ多くて、敵がね絶妙に倒しにくいっていう、結構高難易度な対人、効率がひどい。ほんじゃあ2戦目いきます。コントロール。戦いの時だ、ガーディアン。全エリアを制圧しろ。武器をねちょっと変えてきたんだけど、これ弾少ないな。これセミオートかな。敵みんなビーム買ってんな。はい、よいしょっと。B を奪われた。ゲット。エリア C を制圧。エリアアドバンテージだ。 B 行こう。 B、 こんな戦いならいつまでも見ていたい。取れそうだね。エリア A を失った。こっち来るぞ。あ、近い。うん、他の敵に倒された。強いんだけど、完全にこれは1対1じゃないと勝てないな。仲間にアルファ任せて。エリア A を制圧した。エリアを2つ制圧した。右。あ、もう一人。エリア C を失った。仲間と押さないとね、どうにも連キルとかができるようなゲームじゃないと思う。あ、これはひどい。リードを奪われた。逆転しろ。あ、劣勢気味で。他の武器は何だっけこれ。あ、うね、まだいる。はい、シールド。ゲット。押されてる。エリア A を失った。敵がリードを奪った。あ、倒せ。あ、倒した。エリア B を制圧。エリアアドバンテージだ。よしよし、エリアはいい感じ。よし、 A ゲット。パワープレイだ。そのまま圧力をかけろ。あんまりね、こっちは当たる敵いないんだよね。あと5分しかないぞ。あ、倒すね。
や C を失った。この武器難しいな。よし、 C に入ろう。で、はい、エリアアドバンテージを達成した。よし、倒した。ん、いた。よし、シールド展開。ここ取りに来ないかな。 C 取られてんな。エリア C を失った。おりゃ、チャーリーを取っちゃおう。あ、こっち来るな。よし、あ、強いな、ちゃんと当てれば。強いが、もう一人いた。全エリアを制圧だ。エリア A を失った。エリア C を失った。もう一人 OK。 こっちにシールド展開。こっちっぽいな、来るの。エリア C を制圧。 OK、 エリアを2つ制圧した。さて B 側来るでしょ。あ、こっち来てんな。逃げられた。残りあと3分だ。リロード。A 詰めるか。ジャンプ。あ、弾ない。なんだなんだ、これスーパーチャージか。うん。スーパーチャージのゲージはもしかして全部の試合通してどんどんチャージしてんのかな。おお、なんだこれ。アルファ取っちゃおう。シールド展開。アルファゲット。さあスーパーチャージだ。そのまま守り抜け。エリア B を失った。使うか。エリア C を失った。あ、ちょっともったいない気がしたけど、拠点大事だから取っちゃおう。エリア B を、うん、間に合わないか。倒した。達成した。うん、勝利を持っていかれるぞ。やばい、まだ負けてる。エリア B を失った。ほい、あと1分だ。負けちゃうかなこれ。アドバンテージを達成した。敗北してしまった。負けた。と、まあこんな感じでドミネと似たような戦闘をね繰り広げることができます。この効率っていうのはいまいちよく分かんないんだけど、キルレートでもなさそうだし、キルレートなのかなこれ。違うよな。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。